新型コロナの影響で我慢を強いられてきた子どもたちに、さまざまな体験を通して笑顔になってもらおうという東京都のプロジェクトが進められています。今日北区の小学校で行われたのは、戦国時代をモチーフにした運動会です。いくぞ、開始。おもちゃの刀を手に、校庭で所狭しとチャンバラ合戦をする児童たち。遊びではなく、立派な授業の一つなんです。今日午前、北区の王子第一小学校で行われたのは、戦国時代をモチーフにした特別授業、戦国運動会です。絶対勝った。東京都が推進する体験活動プロジェクトの一つで、グループで協力し問題を解決する能力、チームビルディングを養うことを狙いに行われました。競技の前に行われる作戦会議では、早速チームのメンバー同士協力する様子が。初めの方はなるべく戦わずに体力温存して、最後の方になったら倒しに行く。一人が正面で戦って、もう一人が回って後ろから。素晴らしい。アイデアを出し合い、どうやったらチームが勝ち残ることができるのか、自発的に考える姿がありました。大玉の代わりに大きな米俵を転がす大俵転がしでは、児童たちはお互いに声を掛け合うことでスピーディーに物事を進められることを覚え、チームで協力する大切さを学んだようです。こうしたら勝てるとか、そういうコツをみんなで言って、そこから戦ったりしたのが良かった。ここ空いてるからこっち攻撃してとか言ったりできたから、その普段関わらないことも話ができて良かった。意識して思ったより真剣にできて、こんな自分がいるんだなって思った。通常の運動会とは異なり、経験したことがない競技に挑戦することで適応能力の向上も期待できると校長は話します。改善策も子どもたちの中から自然と教員が指示をしなくても、自分たちの中でそういう気持ちが生まれてたっていうことが良かったと思っています。体験活動プロジェクトはおよそ1700の公立学校から申し込みがあり、都は今後も活用を呼びかけていくということです。はい、楽しそうでした。子どもの頃当たり前に参加していた運動会でも、いろんな力が養われていたんだなと実感しました。アフターコロナの今、子どもたちが楽しみながら多くの体験をしてほしいと思います。